断できます。さらに従来は積層と発射砲で別々の機械で行っていたものを一台で連続して行うことができるため発射時間の短縮も可能です。私どものプリンターは、一般の材料ではなくてですね、安全調整会社から、いろいろな扱いになる機械ということで調整してるんですから、まずは幅広く、要素をいろいろ、改革してですね、一緒に、ヨーロッパガス、あるいは、こういう機械を使って、何のものを活用しようかということを今お聞きしている段階で、そういうヨーロッパの調整が、あればですね、一緒にやりたいというのもあるし、ある程度、何らかの世界ではなくてですね、これを作りたいというところがあって、それを絞れれば、日産さんの、ところをこうある程度、積極的に使っていただいて、今後の展開を進めていきたいと考えています。多面加工と高精度加工を特徴とする5ヘクセイルハイブリッド 3D プリンターは、積層と加工を自由に組み合わせて製造できることで、持続用品などの医療分野や航空機部品の試作に適しています。今後は、サンプル検査を1年間行った後、2017年頃からの販売開始を計画しています。インテリジェントセンサーテクノロジーの味覚センサー、DS5000Z は、人間が感じる苦味、甘味、旨味、渋味、酸味という基本の味に加え、渋みや、キレ、コクなどの後味にも反応します。人工脂質膜という独自の膜をまとった人工の舌といえるもので、この膜に味の物質がつくと、冷圧が変化し、それを測定して味を見分けます。屋根の上にアジサイドがあります。で、そのアジサイドの表面がですね、まあ、例えば、表面だとか、ここが、脂質で覆われてるんですね。で我々は、壁と覆われてる脂質がですね、味をこう、検知するのが重要だと、これ仮説なわけです。で、そのアジサイドの表面にですね、それ苦味、それと渋みとか、味物質がくっつくと、電圧が変わって、それが心臓の方に伝わるという。で、我々はここのところでですね、センサーを出しました。で、それで今、ご自身の味の表面のセンサーと、それから、あと渋みのセンサーです。なので、別本のセンサーができてます。で、それで、あとは、後味も測ってですね、で、それで、苦味の後味、渋みの後味、旨味の後味、ということで、全部9つの、項目が設置されています。この味覚センサーは、電圧の変化を独自の方法で測定して味を判定します。液体での計測を基本とし、固形物は攪拌し、液体状にしてから計測します。まず、基準液と呼ばれる溶液に味覚センサーを浸すと、膜電位が得られます。次に、味を判定する溶液に味覚センサーを浸すと、膜電位が変化します。この変化が、酸味、塩味などの基本の味に相当します。さらに、味覚センサーを基準液で簡単に洗ってから、再び基準液に浸すと、流れず、脂質膜表面に吸着している苦味物質や渋み物質の膜電位が得られます。その時の膜電位の変化が、味の原因や後味のキレやコクに相当します。これが味センサーです。で、ここのところで膜のところがですね、人工の脂質になってそれで、例えばこれをコーヒーにつけます。そうすると、コーヒーも、例えば苦味のセンサーだと苦味がこうつきます。そうすると電圧がこう変わります。で、それをコンピューターで、振動処理します。それで、出た後ですね、今度は、水につけると、それがどんどん剥がれていくので、キレがあるやつは全部剥がれが早い。で、余裕が強いものに残ってるということで、後味も剥がれます。両者は味覚センサーを使い、食品業界に対して、年齢や地域、国など、様々な食文化に合わせた食品開発を提案し、また、味覚センサーによる世界共通の味の言語を目指しています。慶応義塾大学理工学部、電子工学科、野田研究室では、二次半導体や酸化物半導体などの様々な電子材料を用いて、次世代の基盤技術となる新しい電子デバイスの構成を目的とした研究を進めています。まず有機材料に関してはいくつか応用例があるんですけども、今当研究室で取り組んでいるのが先ほど少しお話がありました有機トランジスタというデバイスを作って、デバイス自身の特性評価をするということを一つ現状だとしています。この有機トランジスタというのは有機半導体からまで膜を作ってその膜に流れる電流の大きさを、第三電流であるゲートと呼ばれるものにかける電圧によって流したり流さなかったりというスイッチングデバイスとして使えるものになります。でこれは今世の中すべての、例えば、電子機器は、シーモストランジスタで動いているんですけれども、その、シーモストランジスタの同等の機能を有機半導体でも実現できるものでして、盛んに各地で研究されています。まだまだ、実用化に向けての課題がたくさんありまして、で、その課題の、克服のためには研究を進めています。また、野田研究室では、有機半導体のキャリア伝導に関する物理量、すなわち、キャリア移動度やキャリアミックなどについて、新しい評価手法の提案と、その応用研究も進めています。キャリア移動度については、配下管理の値がバラバラなんですね。その特性評価を、正しく行っているように、こういう手法、こういうサンプルを通じて、それに測れば、その値を診断できるようにというような、評価方法を作っておりまして、それから、
キャリア率に関しては、まだ有機半導体分野のうちはキャリア率の測定法というものがたまに確立される状態ではありませんので、まあ、その反面、今、キャリアローティングというのが盛んに重要されている状況なので、そのローティング技術開発とともに、キャリア率がいかに今かかるかという点についても、今、注力して研究しております。近年、水素を用いた動力源が再生可能なエネルギーシステムとして注目されています。野田研究室では、自然界に無限に存在する水や、植物から生産可能なエタノールなどのバイオ燃料、および太陽エネルギーを積極的に利用して、水素エネルギーという新しいクリーンエネルギー源の生成と、その応用を目指しています。今、盛んに当然の中で行っているのは、水から太陽光エネルギーを当てて、水から水素の酸素を作ろうという研究なんですけれども、まだまだそれは効率が上がらない面もあって難しいという、状況ですので、もう一つよく言われているのが、アルコールと水を混ぜて、そこから太陽光を加えてエネルギー変換して水素を作ろうという研究もありまして、でそのエネルギー変化を起こすきっかけとなるのが、酸化半導体、機械で持っている最初の材料というものであります。それでその機能に使って、小型化した、水素発生源なるものがうまくいれば、今、燃料電池を使った水素エネルギー社会の普及の中に、成長されるようになったんですけれども、ちょっとそれが幅広く使われるようになってくるのではないかなというふうに考えて、野田研究室では、今後もこれらの研究課題に対して、継続的なアプローチを展開していきます。10年後、20年後に見据えた新しいデバイスの考案と、その応用研究、多様な電子材料における新しい実践評価に関する基礎研究を通じて、新しい電子材料、デバイス分野の開拓や、光るべき水素エネルギー社会への貢献を目指し、これからも活発な研究、教育活動を推進していきます。東和製紙工業は、サブミクロン、1万分の1ミリの高精度が求められる、ゲージ製作で培った技術により、10から20ミクロンの事業を全てオーダーメイドで設計、製作しています。事業を制作するために必要なのは、どうしても仕上げがメインの機械になりまして、平面検索板であり、延長検索板、内面検索板というものが主になります。それ以外に、ジグレーバー、そして、ルタナクグリ板というものがメインであります。ジグレーバーというものは、精度、ピッチ精度が、100ミリの長さがあれば、その100ミリに対しての精度がプラスマイナス100分の1ぐらいの精度位置に加工できる。もしくは穴径が10倍、20倍であったとしても、その10倍、20倍の穴の径がプラスマイナス100分の1以下で仕上がるという機械です。ルタナクグリ板というものは、刃物が横から加工できる機械であり、ベースの部分は4面回すことによって、4つの面を加工することができ、なおかつ精度の方は100分の1かという精度で加工することができます。1ミクロの精度に対応するには、高い技術が求められる。その技術力も職人ごとに異なるため、東和製紙工業では、熟練技術者から若手技術者への技術継承にも力を入れて、全体的な技術の向上をしています。2位の言い方としましては、日本のカーメーカーは、全てやらせていただきます。プラス、1位に機械とか、1位にサプライヤーさん、2位にサプライヤーさんの面で、やらせていただきます。医療関係ですね。医療関係、プラス、やっぱり航空機関係のところも、やっぱり今は、三鳥さんの新しい NR 業というのを出しましたけど、その辺のを絡めて、あと航空機業界にも入りたり、参入していきたいなというのがありますね。はい。同社は、最新の事務技術などを紹介する、事務技術ニュースを定期的に発行するとともに、これまで制作した事業をカタログにまとめ、日本語だけでなく、英語、タイ語版も作成して、グローバルの自社の技術を PR しています。中村製作所は、ノブ製作製作装置をパソコンやタブレットに送信する無線ノブス USW を開発しました。ノブスに発信機能が組み込まれており、パソコン側に付属の USB 型受信機を接続するだけで使用できます。本来ですと、運転で検査をして、測定をしてですね、で、数字を読み取って、手元で検査場に、記録をすると。そういう繰り返しで、検査は完了するんですけども、非常にその、入力の時にですね、時間がかかるのと、入力ミス、その機械ミスが、発生すると。そういうところを、パソコンで、どんどん受け付けてしまいますので、非常に時間が短縮とですね、機械ミスがなくなるというところが本当だと思います。現在の技術において、無線でデータを送信するものはありました。しかし、その多くは別に発信機を用意して行っていました。BSW は発信機を内蔵し、データ通信ごとにジャンプが赤く点灯して作業者に知らせることができ、確実にデータを残すことができます。さらに、同社製品に対応されているヘッド部分を平坦にするフラットヘッドも取り入れ、狭い構造からの特性や深い無重加工などの接着加工現場での特性に便利です。測定したデータを、記録する、必要性がある業者についてはですね、その無線でデータが入力できれば、非常に省力化、時間の短縮ですね、その辺が可能になるので、どんどん見つかっていただけるのかなというふうに思います。無線で探すこと自体はですね、たまにかもあったんですけども、今回のものはもう内蔵して、非常にシンプルにコンパクトになっているということが特徴だと思います。中村製作所では、2016年春から発売します。
車内にソフトデマを持つ動作では、無線の物に付随して、データの集計、有菌値、標準偏差値などの計算を簡単に行う、品質管理の専用ソフトを付属して提供することも計画しています。羽田工場所は、ステンレス製品に特化した専用工場を、福島県郡山市に建設しました。政府の支援を得て作られたこの工場は、製品から県が洗浄までを一貫体制でこなします。新工場で生産する製品ラインアップは、食品、薬品の自覚者タンク、サイロから乾燥機やコンベアなどの産業用器具までと幅広くなり、新工場により生産能力の拡大、強化も達成しました。従来に第一工場の方で鉄とステンレスというものを一緒に製作をしておりました。ただ業種によりましては、鉄と一緒の銅鉢製作というのが多分とされている、そういう製品もございまして、ステンレスに特化したステンレスのための、ステンレス専用工場ということで今回建設をいたしました。一番大きなメリットというのはですね、モランサムという現象が一番今まで多分とされておりました。そのモランサムというのがステンレス専用工場ということで、まず、それがなくなるという、ことが一番大きなメリットかと思います。新しい工場はステンレス製品の加工に合わせた銅板や工具を整備しており、鉄製品と完全に分離して生産することで不良の発生を防いでいます。新たに医薬品、食品、飲料水などの業界の製品も製作できるようになったため、新しい業者の開拓が進んでいます。ステンレス専用工場というのの具体が非常に少ないございますので、この工場の大きさですね、20メートルの50メートルですか、この大きさで可能なものはなかなか作れる企業様が少ないかと思います。ですから製作可能な範囲ではできますけれども、大きい物件、重量性関といいますか、そういったものも必要が多くなってきているというのは、やはりそういった設備関係の強みからだと思っておりますけれども、新しい工場は厚さ2ミリの追加品から16ミリの追加品まで対応できます。羽田工場所は今までステンレス製品の試作品などを海外で生産していた企業に対し、試作品作りのコストダウンをアピールすることで試作品事業を取り込んでいこうと考えています。一般に焼酎は紙で作られていますが、宇多田さんは風味に強いビニールで焼酎を製造販売しています。焼酎は一人の職人が最初から最後まで作りますが、宇多田では産業を3工程に分けるシステムを確立し、生産性を大きく向上させました。まあ、具体的に申しますと、最初の工程が価格に使用が続きまして、製品に貼り、見つけ、そのことで、乾燥、また破裂という工程ですね、システム化するぐらいですね、製造産業である焼酎作りですね、工業製品化させることになるわけです。より焼酎作りの方というのは、木製の方を使うことが多いです。で、例に漏れる、エレクトモンですね、上昇木製の方を使っています。ただ、木製の方はですね、使っていくうちに、マネー、レッカーだったりというですね、配慮性の動きという、テクニックを使います。それをですね、やることの方では、全部が全部ではございませんが、出身国に関してはですね、アルミ製の方に切り替えることによってですね、配慮性の向上、配慮性の向上というのをですね、取ります。ウサルンタンでは自動ひがま機器を開発、また切り張り工程では作業台を工夫して作業効率の向上と負担軽減を図っています。またウサランタンは昭和56年から知的障害者の方々を雇用し、現在は14名の従業員のうち8名が知的障害者の方となっています。これはですね、今のですね、知的障害者の方を雇用する機会がありまして、その際にですね、適用会社の方はやっぱりこう覚えるのが増えてというやっぱり傾向がございまして、こう先ほど申し上げましたような、最初から最後までの作業、参考での作業をですね、全部覚えるというのはやっぱり相当苦労が伴っております。だからその時にですね、分業化することによって、その工場でのスペシャリストになるというふうな形で、分業化するというのが始まりました。ウサランタンでは今後、知的障害者の方々の雇用機会を拡大していくとともに、伝統産業の技術の担い手として、技術の継承者を育てていくことを考えています。松本機械製作所は大阪府立大学と協力して、土化効率を飛躍的に向上させた遠心分離機、フィルダを開発しました。土台や土化フィルターの工夫と、これまでにないロフトル付け機構を搭載することで、今までろ過が難しかった漢方薬や伝統、自然物などを効率よくろ過できます。今まではロフという、ろ過をするフィルターが非常についていたんですけれども、それを使っていますと、ろ過をする粒子が重力、電子力によってへつれてしまってろ過ができなかったんですね。それを、水の通りに上下に作ることによって、今まで結晶が生まれすることができなかったところに上から水を抜くようにして、ろ過ができなかったものがろ過ができるようになったのですが、8時間ぐらいかかっていたものが1時間ぐらいで、電子力をぐっとかけることによって水を抜くことができるようになったんですね。今回開発された遠心分離機が、ペーシングを開閉することで、洗浄が簡単に行えます。また、バスケットリフトアップ機構を搭載し、ワンタッチでバスケットを昇降させることができ、バスケット裏の洗浄確認を容易に行うことができるため、製品切り替えのリールタイムを大幅に短縮することが可能になりました。パイロットの医薬、製薬、あとは、ファインケミカル、電子材料、農薬ですとか、その化学ですとか、化学品ですね、が、特徴として、多いです。
ユニットの機能で、やっぱ分離をする、編集能力と違うパープルカ関節という機械があるんですけれども、フランスの会社と組んで、フランスのパープルカ関節というのがいろんな編集能力を世の中にしていきたいなというふうな今話し合いをしています。松本機械製作所は、顧客の製品に合わせてエルガーをカスタマイズしたり、エルガーの材質の選定もニーズに合わせて顧客と共同で作っていくことで、年間15台の受注を狙っています。ブルーハートジャパンは、経済性を重視した4チャンネル仕様の絶縁分布機、アイソレーションアンプを開発、実用化しました。シンプルな使い勝手に絞ったことで、1チャンネルあたり最大 75% のコストダウンに成功しました。消費税の分布するような分布機、予算的に見ているのがここで、アイソレーション機というのは国内でも生活用例があるんですけども、やはり当社として、特徴があるために経済性を重視した設備として、他社は1チャンネルのアイソレーションアンプと同価格帯で4チャンネル化を実現しました。各チャンネル間は安全に絶縁されており、対ノイズ性にも優れています。ノイズ性に関しては、絶縁できる場合も全ての一貫水産ということで、全ての場合も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 全ての場合